今回はレクサス GS10K 前期のカスタム実績です。後期 GSL スポーツルックのバンパーキットをカスタムさせていただきました。ご来店ありがとうございました。このカスタムすでに知っているよっていう方も多いのではないでしょうか。今回はこのバンパーキットについて注意点を紹介していきたいと思います。この商品は海外で生産されている商品となっていて、この仕様で生産しているメーカーは1社のみとなっております。なので国内で購入を考えている方はどこで買っても物は一緒という考えで間違いないかと思います。そして皆様に注目していただきたいのがこの商品のチリについて、スピンドルグリルとボンネットの隙間を見ていただきたいのですが、パックリと隙間が空いてございます。見た目がかっこよくなるのは非常にいい商品なんですけれども、この隙間はどうしても空いちゃうのがネックとなります。多少の隙間は気になりませんよという方には非常におすすめな商品といったところですね。どうしても気になる方はやめておいた方がいいかと思います。でもご覧の通りこの GS かっこよくないですか？ではなぜ隙間が空いてしまうのか。簡単に言うとグリルが GSF でボンネットが GS のものだから隙間が空いてしまうのです。これに関してはもうどうしようもない。付属のゴムで隠蔽加工して仕上げていきます。存在する商品規格に合わせて開発されているためこのようなことが起こるわけですね。ちなみに他のレクサス系後期ルックバンパーは全て同じような仕様になります。先ほどどこで購入しても同じ商品ですと申し上げましたが、実は同じカスタムでも仕上がりに違いが出たりします。ではカスタムショップを選ぶ際の注意点を紹介していきます。前提としてこの商品は中国で生産販売されている商品なんですが、日本で販売する際は当然仕入れ販売という流れになります。仕入れルートは大きく分けて2通り、メーカー直輸入または商社を挟んだ仕入れとなります。この2つ仕入れの値段が違うという点以外にも大きな違いがあります。 SOL はメーカー直輸入、製品の不良や大きな傷と不具合があった場合にはメーカーとのやり取りが直接行いますので、お客様に販売する商品は同じ社外品でも品質のいいものに絞ることができます。一方商社を通して販売する場合はメーカーとのやり取りをする権限がないため製品不良などは商社に訴える形となります。中には泣き寝入りするようなこともあるかと思うため、小さな規模の会社さんは非常に頑張っているかと思います。カスタムをする際の前提として社外品のバンパーは切り合わせ色合わせが必須となります。社外品のバンパーは先ほどのグリルの隙間の他にもいろんな部分に隙間ができたりちょっとした歪みがあったりします。たまたまぴったり合うやつも中にはありますがごく稀です。さらに GS10K となると紫外線などによる経年劣化、車体の塗装、色に変化が出ているパターンがほとんどかと思います。ここで重要となるのが色合わせです。ボディの経年による色落ちや劣化に合わせバンパーの色を調整していく作業が必須となります。厳密に言うと必須ではないですが、バンパーだけピカピカだったら気持ち悪いですね。中にはコストを抑えて事前に塗装してフィッティング後にパテ盛りなどの付き合わせを行わないショップさんもありますが、クオリティ面は度外視してとにかくコストを抑えたい方にはぴったりかもしれません。似たようなサービスでカーフィリークラブだとかショッピングモールに併設しているお店のクイックリペアって聞いたことありますか？ショッピング中に傷やへこみの補修をしてくれたり便利なサービスですが、
やはりプロの目線から見るとムラが出ていたり付け焼き刃の施工に見えてしまいます。そんなんじゃ嫌だという方はしっかり車体に合わせたチリ合わせ、色合わせ、加工を行ってくれるショップで施工することをお勧めいたします。カスタムご検討の方の参考になればと思います。